マーサ・ジョーンズは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの登場人物。10代目ドクターのコンパニオンであり、フリーマージマンが、シリーズ3、スミスとジョーンズから2009年スペシャル、字の終わりまで演じた。なお、フリーマは、シリーズ2、嵐の到来で、マーサのジューマやデロアの役も演じている。服装アフリカ系の女性であり、医学生。 初登場会では白衣を着用していたが、それ以外のエピソードでは、私服として赤い革ジャンを着用していることが多い。人間ジョン・スミスとして第一次世界大戦前の世界で生活するドクターをメイドとして支える、ハロルド・サクソンの支配体制を崩すためにタイムロードの生命活動を停止させる銃の素材を世界中を歩いて収集して回るといった献身的な行動が多く見られる。 特にハロールド・サクソンに抵抗し続けた件に関して、ジャック・ハークネスから高く評価され、彼から深い信頼を受けている。また、敵であるソンターランが製造した自らのクローンに、対して、慈悲深い態度を取る様子もある。十代目ドクターに対して、恋心を抱いていたが、シリーズ3の十代目ドクターは、先代コンパニオンであるローズ・タイラーを失った。 悲しみを引きずっていたため恋は成就せず、ドクターに思いは届かないとして、ターディスから去った。研修先のロイヤルホープ病院で10代目ドクターと出会う。宇宙警察ジュドゥーンにより病院施設が突きへ、転送される事件に巻き込まれる。プラズマボーレと呼ばれる吸血エイリアンを捜索する、ジュドゥーンに職員、患者がパニックを起こす中、地球外生物を全て処刑するジュドゥーンの足止めを、 するべく従来目ドクターにキスをされ、事態の収束に向けて奔走するドクターに恋心を抱く。一度だけと念を押されて、ドクターとの旅に出かけるが、ダーレクトの遭遇や現代でのラザラス博士の陰謀を乗り越え、やがてドクターから認められ、コンパニオンとなる。しかしこの時のドクターは、ローズ・タイラーを失ったばかりであり、旅の最中にもふと、 ローズのことばかり口にするドクターに不満を抱き、出会ったこともないローズに対して嫉妬心を抱き始める。かつて9代目ドクターと旅をしていたジャック・ハークネスと出会い、ドクターとジャックの会話で、ローズが言及されたことでさらに複雑な心境に追い込まれていく。シリーズ3の黒幕であるハロルド・サクソンに家族を確保された際には怒りをあらわにした。ドクターとジャックと共に、 ハロルド・サクソンに立ち向かうが、二人はマスターの前に敗北を喫し、マーサはテレポートして逃亡する。ハロルド・サクソンを倒す武器を作るため、彼に支配された地球を旅し、一年をかけて武器を完成させる。直前で地上に降り立ったハロルド・サクソンの手にらわれるが、秘密裏に行っていた真の計画で彼の支配体制を崩した。 事態を収束に導いた後、上記の理由でドクターの下を去り、彼に連絡用の携帯電話を預けた。ターディスから降りた後にマーサはユニットに就職し、トム・ミリガンという男性と婚約した。シリーズ4で10代前ドクターのコンパニオンとなった、ドナ・ノーブルとは、ドクターの心配をよそに、すぐに打ち解け、3人で共にターディスで旅もした。マーサがドクターに預けた。 携帯電話は、ドクターと地球の主要な連絡手段となり、地球の窮地を救うこととなった。ダーレクの進行時には地球を爆破する、核兵器の鍵である、オスタハーゲンの鍵を、ユニットの上層部から託され、地球と引き換えにダーレクの計画を阻止する役目を、担った。ダーレクとの決戦が終結した後は、パラレルワールドから戻ってきたミッキー・スミスと結婚し、共に、 ソンターランと戦っている中で再生間際の10代目ドクターと対面していた。11代目ドクターが死の間際に対話ユニットを起動した際、彼がまさに罪悪感を抱いていることが明らかになった。12代目ドクターがサイバーマンに撃たれて昏睡状態に陥った際には他のコンパニオンと共にドクターに呼びかけ、彼が意識を取り戻すきっかけの一つとなった。 ドナノーブルの過去が書き換えられた際には10代目ドクターが、ラクノスとの戦いで死亡したため、ジュドゥーンが病院を月へ転移させた一件で、ドクターの助けがなく、マーサは病院で命を落としている。マーサは、ドクターフーのスピンオフドラマ、秘密情報部トーチウッドにも登場しており、ユニットの職員としてトーチウッドさんに助力する彼女の姿が描かれている。時系列としては、 ダーレクの進行以前にあたる。製薬会社への潜入調査中に薬を飲まされて、メイフライという地球外生物に寄生されるが、トーチウッドメンバーに救助された。この時、トーチウッド3のメンバーであるオーウェン・ハーパーが死亡し、一時的に対象を蘇生させる復活グローブで蘇生を試みた、結果、彼は一定時間を過ぎても心肺停止のまま活動可能な状態となった。 彼の代わりにマーサがトーチウッド3で勤務する可能性も浮上したが彼が職務に復帰するのを見届けて彼女はユニットへ戻っていった。マーサはユニットに勤務しておりシリーズ5以降でユニットの登場するエピソードは複数存在するため歴代コンパニオンでは本編への再登場が容易な部類に入る。しかしマーサは10代目ドクターの再生以降は本編に 直接登場していない。マーサ・ジョーンズを演じるフリーマージマンは50周年記念スペシャルドクターの日への出演に関して当初肯定的な声明を発表していたものの番組は変化しなくてはならないとし後に出演を否定した。ありがとうございます。